新しいコーヒーグッズ購入しました。ドリップハウスコーヒードリップバッグホルダー、メイドインジャパンツバメ三条で、何に使うか分かりますか？これはプラスチックですね。で、使い方ここに書いてあるんですけれど、あのコーヒーのドリップバッグってマグカップに入れるとなんかひたひたになっちゃうじゃないですか。それを改善してくれるコーヒーグッズですね。ちょっと実際やってみようか。これね、ちょっと形が普通のマグカップよりも多分飲み口が狭いからうまくいけるかわかんないですけど、これを、お、いけるいける、 Thank you。 で、これをこれ比較的あの引っ掛けるところが大きめなやつなんですけれども、これをおーぴったりや。で、これが出し終わったらこっちに置くってことだね。あー、なるほどね。ようできてますね。あー、なるほどね。ここがカーブになってるから、あの小さめのカップでもあのうまく引っかかるようになってるんですね。ちなみに通常のマグカップだと、これちょっと大きめですけれど、あ、スポンって感じですね。うん、クッ、クッて入れる感じですね。クッて入れる感じでしっかりとホールドされる感じがします。これでこうや。あ、これは便利かもしれない。一応ここに書いたんですけど、あの特殊なタイプのドリップバッグには使用ができないそうです。でもここに書いてあるの、丈が短いやつだったらなんかいけそうな感じしますね。これいけたら何でもいけると思う。どうだろう、いけるかな。あー、無理だ。入っちゃう、入っちゃうから無理だ。どうしてもこのサイズでしか飲みたくないって人は曲げればいいと思います。僕はこれではコーヒー飲まないから曲げません。で、これが終わったらこっちに移して、移さなくてもいいんだけどね。一応これ用意してくれてるから。で、これで飲めると。あ、美味しい美味しい。あ、でもなんか心なしか味が違う気がする。なんだろうな、気のせいかもしれないけど、なんか、うん、普通になんかあのひたひたで入るよりも違うな。あのお湯の量ちゃんと測ったからかもしれないけど、うん、大体こういうあのペーパーバッグのやつってお湯150だった気がするんだよね。あ、お、140だ。10ミリ多かった。というわけで今回はコーヒードリップバッグホルダーっていうのを試してみたんですけれども、購入したのが僕知らないんですけど、オークスっていうなんか会社が、作ってるものらしくて、とお値段が税込みで1700円。もっとね、安いやついろいろあると思うんで、あのもし気になる方はね、あの好きなものを購入してもらえればいいなと思うんですけど、安いのだとね、もうなんか5、600円ぐらいで売ってたりとかするんですけれど、今回僕はね、あのこちら の, あの評価も良さそうだったので、購入してみました。普段からこういうドリップバッグ使うんだったら、あの持っててもいいと思います。これは、うん、今度からはこれを使ってドリップバッグのコーヒーは入れていきたいなというふうに思います。はい。
いやどうかな、これあんま使わねえかな。だからもうこうやってこの上に置いて食器棚とかなんかしまうところに置いとくっていう感じなんですかね。というわけで、もし気になった方は概要欄にリンク貼っておきますので見てみてください。というわけでレオでした。はい、ありがとうございました。